はい、時刻は10時30分を過ぎました。ドル円の FX1 時間足どうなってるでしょうかね。ちょっと画面見てみましょうか。予想通りセルの方に向かってると思うんですけども、はい、これが現在の値段ですよね。で、私がセルを放送したのはここですね。あの陽線って基本的に上に向かう線じゃないですか。なのに大きなヒゲを出した陽線ってのは一体どういう意味があるのかってことなんですよ。それはですね、売りの勢力がものすごく急速な勢いで来てるってことなんですよね。ちょっと大きめにしてみましょうか、この図。これですね。先ほどと同じところなんですけども、ここに大きなヒゲが出て、そこを頂点にして売りの方に向かうよってことで朝そう放送したんですよね。で、まんまとこういう風になってますよね。で、私の予測希望としてはここを抜けてさらにセルの方に行くんですけども、一旦ここでね、半分利確しておこうかと思います。大きな今日はピップスが取れてますね。はい、それではね、この先に、今朝朝5時半ぐらいですか、もう相場解説取ってますんで、そちらの方もう一回復習していただいて、今日今現象が起きてますけどね、これと見比べていただきたいと思います。それではどうぞ。12月17日朝5時ぐらいですね、今ね、FX の1時間足ドル円を見ております。さっき30分ほど見た時には、あの大きな陽線が出ていたんですけども、今ねその大きな陽線がぐっと引き締められて、大きなヒゲを急速に出してですね、短い陽線に変わりました。ここからですね、私は大きなセルが起きてくると思っております。じゃあちょっと画面切り替えていきましょうか。はい、ここなんですけどもね、さっき見たところこれがほとんど実線だったんですよ。これがヒゲに変わりましたというところで、売りの勢力が一気に出たと思いますんで、ここからね、私ね売りにかけていこうと思うんですよ。で、今回はここも破ると思われますんで、そうですね、移動平均線見てみましょうか。移動平均線が3本まとめて線を引くとこういう風な形になってるんですよね。でもう一発これが似たような形で来ると思いますんで、半分山を張ったような感じになりますけども、迷ったらセルということでね、昨日大筋も固めたところもあるんで、これはセルの方でね勝負かけてもいいのかなと思います。きっとですね、これここの売り勢力がまだ残ってると思うんですよね。ここがここじゃないんかな、ここがね多分抑えに回ってると思うんですよね。あとこちらを突き破ってこちらに至るのかなっていうふうに考えますね。でここも突き破ると、かなり強いセルがこれから来るんじゃないかなと私は思ってますね。はい、ということでね、高い時間軸週足日足4時間と確認したわけですけども、やっぱりねこれセルの方向に右肩下がりに変わっていってると思うんですよ。でこの1時間は半分勝負であり山間なんですけども、ただね何回も何回もこの毎日のように相場を見ていると勘に頼る時もたまにあるんですよね。もちろんこれで外れることもありますんで、ロスカットラインはきちっと引かないといけないと思いますけどね。ちょっと今回はセルで大きく取ってみようかと思います。それでは数時間後、そうですね、17日の正午ぐらいにはもう結論が出てると思います。あと6本の陰線陽線の関わりの中で私のエントリーがねどういう風になってるのか、ちょっと楽しみだなと、私もしっかりと見ていこうかと思います。それでは失礼します。